はい、おはようございます。おはようございます。今日はね、第39回全国錦鯉若鯉品評会オールジャパンヤンコイショーですね。見ての通りね、こんな感じでプールがたくさん並んでますけども、全国各地から素晴らしい声が来てますので、まあ、全国、若鯉品評会はね、63センチまでの品評会です。素晴らしい声がたくさん集まってますので、早速見ていきましょう。この声についてちょっとコメントをいくつかもらえたらと思うんですが、はいはいはい、この声は去年も大会、この大会出てたんですけど、去年は1個下 の, あの部の58部というサイズ の, あの表彰、一番いい賞をいただいて、でそのもう翌日から、まあ、今年のこの大会で全体総合を目指して1年間飼育して、まあ、どうなるか分かんなかったですけど、まあ、全力を尽くした結果、絶対勝負取ることができた。なるほど、はい、あもうその翌日からもう来年、はい、1年後のこれに定めて飼育されたということなんですね。持ち主がまあタイの方なんですけど、その業者さん、はい、小池さんというか、はい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 、もう本当に兄弟のように、はい、仲良くて、自分とで、まあ、2人で、もう小池さんがちょっとその桃太郎鯉で全体総合がどうしても取りたい、2人の夢でそれを近かないよう言って、この声にはチャンスがあると思ったんで、まあそのサイズも63センチまでっていうの決まりがあるんで、それも難しかったんですけど、もしこの声が63センチで1年後もさらに良くなっていれば絶対取れると思ったんで、1年間チャレンジしてみました。なるほどですね。オーナーさん、オーナーさんの小池さんですね。Congratulations. Thank you very much. Please give us your comments on this one. About this fish. This one keeping in Momotaro koi farm, but actually if we keep like normal way, maybe it should be big, much bigger. Yeah, but yeah. This is like a Daisuke Maeda trying to keep and control the size to make the very good finish for this year. 63 cm. His technique is like a chimegai, try to control the size and don't fit very much in the past year. Before this koi very skinny, then Maeda-san feed just before to make it fat, come back to become good body. He's Thailand. It happened in Thailand. Congratulations. まあこの大会終わったら今度は大きくするんで、いや、東京、全日本で今度はもっと大きなサイズで楽しみですね。はい、ありがとうございます。桃太郎さんはね、大きくするのは得意だけど、まさかこんなね、そういう技術も持ってあるか。はい。第2位、惜しくも第2位やけど、はい、将来大きくなったらね、またもっともっと大きい大会で見届けよう。はい、今回、残念ながら2位に終わってしまいましたが、この子は2歳で、親子はミス、ミラノっていう親で、ミスタイの系統の紅白です。非常に紅質がいい紅白で、私の理想とする紅の紅白です。なかなかこの紅質が出なくて、大きくなったらもう非常に見せる声になると思います。でも秋62センチでもう伸ばさずにもう63で止めてきたんですけど、まあ、ちょっと2歳だと3歳と比べるとやっぱボリュームで負けてしまう。なるほどね。まあ、秋から1センチ
伸ばす、はい、1センチでとどめるっていう技術がね、また難しい技術だと思う。一番難しい締めて、でも肉も落とせないからですね。はいはいはい、餌をやらなければ大きくはならないですけど、それだとね、加減がね、伸ばさずにやっぱり餌を、まあ18度ぐらいでちょっと多めに餌やると、まあ、ね、なるほど、その辺がポイントです。じゃあ秋からはもう20度いかない、18度とかで、間際になるとやっぱちょっと餌を増やして、まあ、18度ぐらいでちょっとクラスです。あー、なるほど。やっぱね、若鯉63センチまでの品評会なので、やっぱそれに向けた飼育があるんですね、はい。大会総合優勝 B。 すごい五色やね。まあなんというか、この黒字、この黒字のこの黒の出方がすごいね。まあ五色としては本当に珍しいタイプで、うんうんうん、最近ほら、すごくそういう黒いのが、うん、主流でなんですけど、あとこの鯉の一番のやっぱりこう特徴としては、この白地が見せてくれて、それでこの墨の出方が本当に魅力的で、まあ芸術性あるっていうか、アートっていうかね、そこはやっぱりこう皆さんが多分評価していただいていただいてないかなと思うんですよね。やっぱこの鱗一枚一枚がこう黒くですね、この黒字の部分がすごく特徴的な、他の五色とは違うなと思っては見てたんですが、はい、やっぱりこれはまあこのもう五色らしい五色っていうかね、まあその赤、白、黒だけじゃなくて、そのまあグレーで青地みたいな、そうですね、青地みたいな感じですよね、はい、これはもう本当にこれはまあ五色っていうらしい五色、これを見せてくれるこの辺とかね、はい、もう本当に味がありますね、味があって芸術性あって、それでまあ体もすごいこう格好がいいですよね。そうですね、話題になっている AI 審査、あれを代表でされてある方ですね、はい、あれすごい、やっぱりこうね、この鱗の評価をどうするのかというところが非常に難しいところもあるんですけども、これから頑張ってできるように、頑張っていきたいと思います。 AI で審査する時代ってすごいよね。公平に審査されるけんいいやつ。あ、確かにコンピューターで ね、まあ、誰でもどこでもどの行為でもチャンスある。Ready? Okay, ready. So cool. So this is Vivi-san from Indonesia, Golden Koi Center. Congratulations on this beautiful koshiki. Oh, thank you. Yes, first of all, I surprised this koshiki for the young champion beat with the Gosake. Yeah, and she win. Yeah. I never expect before that the condition now very good condition. Yeah, the sumi come out now more come out than last time Tokyo Japan. Yes, more shiny. Yeah, I hope this can more better and better for next year. Yeah. With more. Bigger size, yeah. So this one won the 45 booth at the All Japan Koi Show in Tokyo. Yeah. And congratulations to my customer, Mr. Stanley Franklin. Yeah, she had not many prize. Oh, really? Golden Koi Center or the piece. He's my very good customer. Customer. Yes. Congratulations. Narita keep very good, very well. Oh. Usually not easy to keep a gossip here, but keep very well. Oh. Yeah. Uh-huh.
You see some gosiki? Yeah. And then got the price. Mm-hmm. Nice price. All gosiki give a good condition. Ah. Yeah. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. この恋ね、別府養魚場さん、おめでとうございます。はい、別府養魚場さんの井上さんに来ていただいたので、あのこの恋についてコメントをよろしくお願いします。あ、コメント、はい、四国愛媛の別府養魚場の井上です。はじめまして、緊張してますというか、去年ね5月ぐらいの産卵でできた産経なんですけどね、本当直前、1月末とかに網引いた時にね、わ、なんか仕上がったんがおるんやけどっつって、ちょっとガサッとね、普通に飼育してるケスからなんか選別した時にね、目立つのがいてて、それからびっくりして、ちゃんとしたところでゆっくり飼育したんですけど、はい、まあ、その時は炭 の決まりも良かったんでね、で肌も直前でよく抜けたんで、はい、今回出品してみましたところ、いい賞をいただきました。ありがとうございます。じゃあ割と直前まで、そういうなんてないところに入ってたってこと。そう、割とガサーとたくさん飼育してる中にいて、その時に見つけたってたら割とお買い得であったかもしれないそうです、まあ、でもすごい仕上がりがねその段階でも良かったので、はい、慌てて出品層といいますかね、ゆったりと飼育する方に移したぐらいで、これ仕上げとかはどういった仕上げをされたんですか？仕上げはゆっくりと10トンないぐらい、7、8トンの池に、最後は10匹ぐらいでうっすらと飼ってたんですけど、まあ、なんかこうね、ちっちゃい鯉ならではのこうちょっと宝石箱っぽい可愛らしい入れさがあると思います。素晴らしいコメントですね宝石箱だそうで、いただきますいや、おめでとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。4段紅白ですね。釣りっていうのはそう見ることはないので、まあ